今日トヨタ車体が初めて公開したのは来月1日に発売される1人乗りの超小型電気自動車新型コムスです主な改良点は最大積載量の拡大強度の高い部品を採用したことで従来型の30キロに比べ車種によっては3倍の90キロまで貨物を積むことができますコロナ禍による巣ごもり需要が高まっている中 買い物やデリバリーなどでもっと荷物を積みたいという要望に応えたということです。